「行かないで私のス巣はあなたと私の点灯線を」「私,私が私が私が色彩となって ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。フォトセッションから始めさせていただきます。そうですね。あのただいま行ったゲネプロが初めての舞台での投資だったので、まいろいろありましたけども、あのゲネプロやって良かったなと思ったのは、私が舞台から落ちたこと。え、これでもう全て役は落としましたので、私が初日はもう。絵をかつ描く。 今のの落ちたことの結果きして <laughs> <laughs> あのもう本当に初日迎えることが楽ししみになりました、あのー、本当にこの舞台は4人で1つすべてえ役もそうですしいろんなえセット回したりだとか小道具をこう調整したりだとかっていうことを4人で1つで作っていますただえ稲葉さんはじめスタッフの皆さんで協力し合ってえ本当にこのチーム が一体となってこの作品を作ってるんだなっていうことを今日改めてイケネプロで感じました。苦労<だ>、<黒>大変だったとか、えー。いやもう楽しくて仕方がなかったです。<ー>ね。<laughs> <あ> <laughs> あのだから皆さんがあの稲葉さんとこうやって稽古で入る前から私は稲葉さんとお話がたくさんできたので、うん、今回あの韓国版のラフフェストと稲葉さんが演出される今回日本上初演のラフフェストっていうのはどういうふうに日本のお客様に伝わりたいかどういうメッセージを切り取って共感してもらいたいかとかいうそういうテーマみたいなのを最初あのシェアしていただいたのでそこから膨らまて。 まませて膨らませててそして薬師っていうあちらの文化を皆さんのこの物語にするにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えてもう本当にあこんな言葉喋ってくれたら例えばイさんだったりだとかファンキーだとかトンリムがこんな言葉を喋ってくれたら歌ってくれたらどうなるんだろうってワクワクしながら薬師したのでなんかねあの稽古場に来ると「 私が訳したやつ歌ってるって思いながら、なんか嬉しくなるんですよね。<laughs> いや、もうほんとソニーさんに頭がもう上がらなくてですね。もう本当にオングリ抱っこみたいな。その舞台のね。方で本当に大先輩なので、本当いろんなアドバイスをいただいて <laughs> 具体的には？ 何話すのあの今回稽古入るときに僕誕生日を迎えて <laughs> そのプレゼントをいただいたんですよあ<ー>であの。っていうのもすごく粋というかあのこの作品に沿ったようなそのファンギとヒャンアンっていうのはんだろう実際に手紙のやり取りから始まったこのシーンでもあるんですけど、うんうん、それをあの実際にやろうと思ったらしく手紙と便箋を頂い,いて。 あとペンもでだから稽古終わりに毎日こう僕が渡すみたいな手紙を<ー>でたまに帰ってきたりとかた<う>たまにたまにに、はい、<laughs> これはファンギとヒャンアンもそうなんですよファンギの方がずっと怒りつけて、うん、たまーにヒャンアンが返すっていう設定なので,そ,うで、ね、<laughs> それも守ってその中で <laughs> あのなんてんていうですかあの私は絶対にあなたから逃げないから。 どうあっても受け止めるからねみたいなすごいぐっときた言葉があってそれで僕もちょっと壁作りやすい人間なんですけどこうそれが一気にパッとこう取っ払ったっていうちょっとその大切な一枚がこうあってはいそれには救われたなとそんな素敵なエピソード当。こ, <laughs> この物語は皆さんの物語になると思います。皆さんが人生を振り返って 過去の自分、そして今の自分、そして未来の自分っていうものを受け入れられて、そして祝福できて抱きしめられるかっていうことを多分、日々、ね、世の中生きてたらいろんなことはあると思いますその中で劇場に来て過去の自分に会いに来てくださいタイムマシンに乗って自分の人生を見つめ直すそんなきっかけになったらいいなと思います。私たち、えー このカンパニーで、お客様を温かく迎えたいと思います。二十八日まで、ぜひ皆さん、足を運びください。よろしくお願いします。ありがとうございました。